はい。どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えー、たった今ね、ギぎさんの頼んでおいたアートレーナーと T シャツが来ました。はい。えー、なんというかですね。えー、ちょっと、あの、生地の色がね、えー、影響しちゃってますよね、これ。もうちょっと、あの、厚手のプリントかと思ってたんですけど、まあ、しょうがないですね。はい。えー、まあ。 こんな感じでございます。まあでもね、トレーナーと T シャツ自体の生地は非常に厚い作りでしっかりしてます。はい、えー、長く着れそうなんでね。まあ、よかったかなと思います。はい、うんぎゃさんとね、えー、一緒にいられるなと思ってます。はい、えー、皆さんね、ちょっと雑談なんですけど、えー、今日ね、実はみーちゃんのご飯を買いに、とあるね、モールにある、 えー、スーパーにまで行ってきました。なんというかです。はい。何と言うか。はい。えー、異様な感じです。はい。一言異様な感じです。はい。えー、まあ、月曜日ということで人もすごい少なかったんですよ。月曜日の、まあ、開店してそんなに時間経ってなかったんでね。はい。 えー、そんなに時間経ってなかったんで、えー、あんまりね、えー、人はいなかったんです。それは非常に良かったんですけど、でもぼちぼちいるんですよ。やっぱり大きいモールなんで、えー、買い物に来てる人たちですね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんもいましたし、まあ、普通の、 ええー、まあ、主婦の方ですね。多分、専業主婦かなって思われる方、30代、40代の方も、ぼちぼち来てたんですけど、異様でした、なんか。はい。これは私が感じた感想なんで、えー、皆さんはちょっとわかりません。なんか正気がなかったんですよ。ええー、人間ってね、そこにいると、なんか生気がありますよね。そういった正気を感じますよね。 それがね、なんか感じられないんですよ。本当になんか変な感じなんですよね。で、入り口には、入り口には呼び込みくんを置いてね、あのー、ちゃん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 、ちゃん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 ,ちゃんってね、えー、あのあ、あれが鳴ってるんですよね。呼び込みくんが。はい。なんか異様にね、なんて言ったらいいんだろう。 静かというか、何というか、おかしいんですよ、雰囲気が、とにかく。はあ、これね、本当あのー、なんだろう、本当にね、あのー、エネルギーが感じられないんですよね、なんか、なん、なんかね。で、ぼちぼちお客さん入ってるんですよ。で、人間ってこう、走ってる気みたいなのがあるじゃないですか、エネルギーがね。えー それがなんかね、非常に薄いんですよ。で、いつもそのスーパーね、呼び込みくん以外に店内にね、えー、ちょっと音楽みたいなのを鳴らしてたりとかするんですね。それがなんかなかったような感じですね。はい、えー、なんか本当にね、奇妙な感じだったんですよ、これが。 ああ、もしかしたらみんなね、あれを食べちゃってて、えー、魂が抜けてるっていうのは、こういう状態なんじゃないかなって、ちょっと思ったぐらいです、私。はい。で、えー、唯一ね、 えー、まあ私あの会計するのに結構レジに並んでたんでね、こう人がやってくれるレジですね。並んでたんで、そっちはもうちょっとご遠慮で、もう長いじ時間痛くなかったんでね。えー、まあ機械で、えーこう、自分でセルフレジする方に並んだんですけど、まあ品数が点数が非常に多かったんでね。あの、モンプチさんをね、買うのに100個近く買ってきたんで、 えー、これをね、あの、一個一個やってたら、もう何時間も時間がかかるなと思って、店員さん、ちょっと前に呼んでた、前、前にね、いたね、私の目の前にいた、あまあ、見張ってる人がいますよね、見てる人が、はい、えー。自動レジでね。その見てる店員さんですね、その方から正規感じたんですよ。 で、事情を話したんですね。これすっごいいっぱい買って、1種類のにつき20個とかなんで、えすごい時間がかかりすぎるんでえ、かける何個みたいなのがあるじゃないですか、レジって。そういう機能が。だから、それってできないんですかって聞いたんですよ。そしたら、あ、できないんですけど、1個ずつやるしかないんですけど、 すごい数ですよねって言われてそうなんですよって言ってね。えじゃあ、やって、あのー、これ私がやりますんでって言ってやってもらったんですよね。かける何個で。はい。えー、そういう感じでね、えー、お話しして、その方は若い方だったんですけど、その方からはなんか、あ本当に正気が感じられてね、ほっとしたんですけどね。えー、その方以外はね、なんか本当に 本当に気持ちが悪いぐらい、正気が感じられなかったんですよ、これ。すっごい嫌だな、なんか怖いなって思いました。何なんでしょうか、この現象。これ、あの、なのでね、ある方が書いてましたよね。えー、かなり前ですけど、あの、多分生チョコポンズさんだって なんかああ中村クリニックさんだったと思うんですけどまあ見える人がね見える人がはい、えーまあ、エネルギーが感じられなくなってるとあの例のものを食べちゃった人からはねこれってそのことかなって私思ったんですよ。なんか重なるんですよね。 どなたかね、似たような経験がある方、どうぞコメントで教えてください。よろしくお願いいたします。はい。私今日買い物行って本当に、えー、気持ちが悪かったです。本当に。そういう意味で。はい。えー、感じられませんでした、正気が。はい。まあ、そういう感じでございます。 まだなんかね、この T シャツのうんさんの方が正規感じられるんですけどね。<laughs> はい。それではまた皆さんご機嫌よう。まあ、こういった話にお付き合いくださってありがとうございます。何か似たような経験をありの方、どうぞコメント欄にお願いいたします。沖縄おばばでーした。